米国務長官、中国が日本をいじめている。アメリカのポンペオ国務長官が記者会見にて次のような発言をいたしました。ベトナムの排他的経済水域から尖閣諸島まで中国は紛争を煽っている。世界はこのようないじめを許してはならない。世界はこれに対応するために力強く団結しなければならないとなっておりまして。 まあこちら、日本の尖閣諸島などや、ベトナムにおいては、ベトナムの漁船がベトナムの排他的経済水域において、中国に襲われ続けるという問題が起きており、そういった行為を中国がいじめていると、ポンペオ国務長官は説明されておられますけども、先日、こういった中国の悪意をに対して、 オーストラリア政府は中国との戦争も辞さない形で軍拡を決定し対応を開始いたしました。まあ、こちら中国は世界中の国々に挑発や恫喝を繰り返しておりますので、まあ、こういった中国に対抗するための軍拡が今後さらに広がっていくんじゃないかと思われますが 日本政府にも自衛隊に必要な装備を導入し、また憲法改正など、自衛隊を日本を不当に縛る鎖もほどいていただいて、まあ、さらに抑止力の強化だけではなく、中国に対する経済制裁も実施していただき、これ以上、中国政府、 中国共産党の脅威が世界中に拡大しないように、ありとあらゆる手段で対抗していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。